どうも、パンです。今日はですね、パルクールの初心者に向けたボルト5000を紹介したいと思います。今回のボルトという動きなんですけども、障害物を越えていく動作の当初のことをボルトと言います。この動きを中心に学んでパルクールのマスターをしていきましょう。それではどうぞ。まずは一番基本的なステップボルトです。片手と片足をつけて真ん中の足を抜いてあげて片足ずつ着地します。慣れてきたらちょっとずつスピードをつけて素早く越えられるようにしていきましょう。次はスライドモンキーボルトです。先ほどのステップボルトの派生技で片手をつけたら足を引き上げて真ん中の足を入れ込んだら両手をしっかり押し込んで抜いてあげます。手をついてから足を抜くまでの動作はこんな感じです。次はモンキーボルトです。まず踏み込みの際、障害物の高さに体を合わせワン・ツーと下から上に踏み込み、両腕をしっかりと押し込んで抜いてあげます。踏み込んで両手をつける際、しっかりと足を抱え込まないと危険なので、しっかりと足を抱え込めるように練習しましょう。次はダッシュボルトです。まずは軽く助走をし、障害物の高さと腰の高さがギリギリになるように足を前に出し、足がつく前に両腕をしっかりと押し込んであげるとダッシュボルトになります。最後にリバースボルトです。まずは軽く助走をつけ、順手逆手と手をついたら腰を上げ、膝や腰、お尻がついてもいいので回転して正面を見て着地します。慣れてきたらしっかりと腰を浮かし、抱え込みながらしっかり回転着地します。以上、ボルト5000でした。怪我のないように着実に練習していきましょう。ご視聴ありがとうございました。